チーズケーキポーランドオフ、チーズケーキ、セルニック。ポーランドポドハレ地方の郷土のお菓子。セルニックは、パイ生地を下に敷き、さらに上に、パイ生地を網目状に乗せて飾っている。チーズケーキは、チーズを使ったケーキ。音声のベークドと、湯煎焼きのスフレ、冷製のレアに大別される。オーブンで狐色になるまで焼いたものは、ベークドチーズケーキと呼ばれる。 ニューヨークチーズケーキと呼ぶこともある。型にクリームチーズやカッテージチーズ、マスカルポーネ、リコッタチーズなどの柔らかく塩分の少ないチーズと、砂糖、卵黄、コーンスターチや小麦粉などをすり混ぜた生地を流し入れ、オーブンで焼いたもの。1990年代頃までの日本では土台を使わないものが主流であったが、近年ではパイ皿に敷いたサブレ生地や砕いた。 クラッカーなどの土台の上にチーズケーキ生地を流し入れたものが多い。焼いて作るため普通の焼き菓子同様に常温で保存が効くと思われがちであるが、実は低温保存が原則で、常温に放置すると生地が溶けてプリンのようになる。一部ではこの性質を活かした商品も売られている。単にチーズケーキという場合は、ほぼこのタイプのチーズケーキである。 バスクチーズケーキなどもこのタイプに入る。レアチーズケーキを通さず、クリームチーズなどに生クリームを混ぜ合わせたものを冷やし固めたものであり、クッキーを砕いて作ったクラスト生地を下に敷くこともある。あるいはフィリングだけをババロアやムースのようにグラスに盛る、グラスチーズケーキもある。近年はガーゼで包んで販売するものが登場している。バニラ、 チョコレート、ヨーグルトなど風味など様々な味付けがされることがあり、フルーツ、特にイチゴやブルーベリーのトッピングが乗ることも多い。ゼラチンで凝固させることが多いが、寒天を使ったり、あるいはクリームチーズ自体やホイップクリームの硬さだけで仕上げる場合もある。口どけを最大限に高めるためレモンの酸によって、チーズのタンパク質を凝固させる方法もある。 この場合はレモンの爽やかな風味が増す。卵白を泡立てて焼くことにより口溶けの良いスポンジタイプのチーズケーキが出来上がる。スフレチーズケーキと呼ぶこともある。日本ではスタンダードなチーズケーキであるが、海外ではあまり見られない。海外では日本発祥のチーズケーキとされ、多くの場合、ジャパニーズスタイルチーズケーキと称して売られていることが多い。チーズケーキの起源は古代。 ギリシャまで遡り、紀元前776年の第一回古代オリンピックの期間中、アスリートたちに振る舞われていた。ギリシャのチーズケーキをヨーロッパ中に普及させたのはローマ人であるが、現在のチーズケーキとは味も見た目も異なっていたようである。現在のようなベークドチーズケーキの起源は中世前期ポーランドのポドハレ地方にあると言われる。 生乳を軽く発酵させた酸味のある真っ白なフレッシュチーズ、トゥファルクをふんだんに使用したチーズケーキ、セルニックは、ここの住民でグラルジンと呼ばれるスラブ系の山の民の郷土食であり、ポドハレ地方では現在でも各家庭のお茶菓子として、日に数回も食べられている。 スファルクを使うと酸味があるため、一般に知られるチーズケーキのようにレモン果汁などを加える必要がなく、実際にレモン果汁を加えないのが本来のレシピである。なお近年になり、人類最古のチーズがポドハレ地方周辺のポーランド南部で発見され、中東や地中海周辺であろうとされていた従来のチーズ期限説がこの大発見により、 本体から覆されようとしている。数世紀の地に、ポーランドからの移民が持ち込んだレシピをもとに、アメリカにもチーズケーキが出現する。1872年には、フランスのチーズ、ヌーシャテルを再現しようとしていた牛乳屋が、クリームチーズを新たに開発した。ありがとうございます。